おはようございます。今日はですね、こちら持ってきました。ダダンと KRM の5番、三河黒松の曲入り苗、有形盆栽さんで購入した三河黒松の曲入り苗 KRM の5番をさらに畳み込んで作ってるやつです。はい、こんな感じになっております。で、2本枝が徒長しているように見えるんですけど、ちょんまげ伸ばしているように見えるんだけど、片方はもう落とされてて、こっちはもう死んでます。頭を徒長させてもなんかこの辺の後継順がなくなるなと思ったんで、もうこいつだけ伸ばして、ここだけ太らせようかなと思って、今2本あったのを1本にまとめてます。1本だけにしてます。そんな感じの黒松ちゃん、こっちの方がボディの見た目的にはいいのかな。ただ これがね、こいつのデッドポイントというかウィークポイントというか、改善しなきゃいけないところとしては足元なんですけど、これちょっとな、濡れてて分かりづらいんですけど、足元ね、一回掃除しましょう。足元濡れてて分かりづらいんですけど、ちょっと掃除したら多少変わるかなっていう期待も込めて、もしかしたら変わんないかもしれないですけど、もしかしたら見やすくなる可能性もあるんで、一回軽く掃除させてください。はい、あんま変わんなかったかな。そんな感じの足元になってて、ここが強いんですよね。こっちに引いてる根が強くって、他は大したことない、周りは大したことなくて、こっち側に根が流れてるんですよ。これが目立ってるっていう状態で、こう流れてるんですよね、こう、こっち側に。で、ボディ見るとこうなんですよ。わかりますか、ね、ボディの向きとこの差し枝の向きと足元の向きがずれてるんだよね。差し枝はこっちに向いてるけど、こうやって向いてるけど、ボディは、足元はこっちに向いてるんですよ。なので立ち上がりをしっかり正面から見ようと思ったら、この辺なんですよね、この辺り、こっち、もしくは こっちなんですよ、こっち、こうね、正面から見るとこうなんですけど、そうすると差し枝が変な方向向いちゃってるんですよ、あっちに。だからこれをググ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 っと寄せて、この根の方向と一緒に こっち向きにしてあげたいんですよ。これをグーッと寄せてこっち向きにしてあげたい、そう思ってるやつ。今日この矯正をやっていこうかなと思っております。この矯正をしてしっかりと正面作れるようにしたいなと思っています。はい、で一応針金持ってきたんですけど、これね、3ミリと2ミリかな、3ミリ、これが3ミリでこっちが2ミリ、一応針金は持ってきたんですけど、ちょっと挑戦したい、タイラップで結束バンドで止めれないかなと思って、ちょっとね、結束バンド使いが上手くなりたいっていうのもあるんで、一回結束バンドで挑戦させてください。で、無理だったら針金を巻いて止めるっていう作戦でいこうかなと思っております。無理かな、厳しいかな、いけると嬉しいんだけど、どうでしょう。皆さんだったらこの矯正するときに何使いますか。やっぱ針金ですかね。針金巻いてもいいけどね、結束バンドでできるなら結束バンドが楽でいいんですよね。こういう大雑把な調整だったら特になんですけど、結束バンド1本で止めれるんだったら結束バンドだけでやっちゃいたい、そういう思いが
あるので、一回ね、挑戦するのはただなんで、一回挑戦させてください。かかったかな？はい。こんな感じで巻いてみました。ここを支点に、こいつを引き寄せる。この枝を引き寄せるっていう作戦ですね。ここでよかったかな。で、指でこう曲がるんで、ググッとして、ググッと持ってって、こいつを引く。で、止まると思うんですよね。これで。やばい。片手で締めれない。罠だ。いやー、ちょっと待って。しんどいぞ。無理か？カチカチカチって言わないんだけど、大丈夫？あ、言い始めた。カチカチって言い始めた。指で無理やり引いて結束バンドを閉じる。よっと。ほら、ちょっと向いてきた。ほら、これでもだいぶ矯正されましたね。いけるいける。全然いける。寒いからね、ちょっと手が痛いんですけど、いけなくはないですね。いけなくはないことが分かったんで、ちょっとこれもうちょっと締めたい。もうちょっと締めたいんだけど、きついなぁ。無理か、これ以上は。武器を使おう。やっとこ先生で締めていく。やっとこ先生で締めるか、締めれるかな。変わんねえなー。やっとこ先生使っても変わんねえな。よし、これ限界だな。よしよしよし。なんとなく矯正できました。やったー。いけたいけた。いけるもんですね、意外に。意外にいけました。おー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 、ナイスナイス。ハサミハサミ。これで一旦目的は達成できたんですけど、もうちょっとだけ巻いてあげようかな。この辺の枝はまあいいとして、こいつっすね。これがね、ちょっと立ちすぎてるんで、これここに倒してあげたいなと思います。こっち側に。ぐいっと倒していきたい。で、これも針金なんて使わずに、タイラップ、ショーを巻いていきます。はい、きっかけは掴んだんで、これはあと締めていくだけ。締めるだけで枝を下げることができると。ちゃ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 。これくれ？なんかダサいけど。なんかダセーな。何が違うんだ？締める方向が違うのか。なんか気に入らないですね。なんだ？何が違うんだ？なんかイメージと全然違ったぞ。やっぱこっち、手前側に倒さないとダメなのか。さっきはこっち側にこう倒しちゃって、なんかダサい感じになっちゃったけど、こっちに倒してあげればいいのかな？少し手前に。これは、針金コースですね。諦めよう。おい、1.5 ミリの針金持ってきました。こいつに、この枝に針金巻いていこうかなと思います。この枝ね。針金巻けました。ちょっと下手くそなんですけど、なんとかギリギリ針金巻けました。巻けたんで、この枝をちょっと矯正していこうかなと思います。こっち側にね、手前にグイッと倒していって、さっきの違和感がなくなってくれればいいんですけど、やっぱこっちな気がしますね。歯が折れる。OKOKOK。OKOKOK。いいんじゃない？いいんじゃない？
いいんじゃね。いや、変だな。変だな。どうなってんだ？何がどうなってんだ？うん、まあこんな感じでいいでしょう。こんな感じでいいんじゃないかなと思います。一旦これで止めときましょう。この辺で止めて様子見て、またね、成長具合を見ながら少しずつ矯正していければなと思います。で、一旦作業終了かな。さっき針金巻いたついでに裏の枝もね、同時に巻いて、裏の枝も1本倒しておきました。こういう感じで、ちょっと葉っぱが下に下がって見づらいんですけど、最後にうまいことね、葉先をグイッと上げれたらよかったんですけど、難しかった。細かくてね、針金が太すぎたから。はい、で一旦終了です。こっちにあって、こう流れていく。少し違和感あるんですけど、こっち側もね、もう少し粘り欲しいんですけど、まあまだ赤いんで、もうちょっと様子見ていきましょうか。はい、でこっから春から放置、こっから放置して、春からまたね、この枝太ってくると思うんで、そしたらまた足元がね、1段2段とまた太さ増してくると思うんで、そっからの変化に期待。頭の方も静止しても良さそうですね。頭静止したらまた姿変わると思うんで、静止もそのうちやっていきたいなと思いますが、若干葉元が黄色くなってるんで、そこまで鉢の中の環境が良くないのかもしれないです。これはなんとか改善していかないといけないですね。はい、そんな感じの UK 盆栽さんでゲットした緑入りの踏み川黒松、春前の手入れが完了いたしました。ということで本日の作業は以上です。